母ーゴエンカーは、インドの女優、モデル。主にヒンディー語映画と、テルク語映画で活動している。ウッタルプラデーシュ州シュカーアンプル出身。父ラビンドラクマールゴエンカーは、異副業を営んでおり、母パシュパーゴエンカーは、専業主婦である。アヌプリアーには二人の姉と一人の兄がいる。ニューデリー酒営とのギャンバーラティスクールを修了し、デリー大学。 シャヒードバガトシンカレッジに進学して、小学志望を取得した。2008年に女優になるためムンバイに移住した。アヌプリアーはビジネスセクターで働き始めるが、女優の夢との間で葛藤したという。後に、モデル活動を始め、2013年に統一進歩同盟政権のバーラトニルマンのキャンペーンガールに選ばれ、2015年には、 ミントラの広告で初めてレズビアン女性を演じたインド人モデルとなり知名度を上げた。この他にコカ・コーラ、ガルニエ、ステイ・フリー、コタック・マヒンドラ・銀行・ダバールなどのテレビコマーシャルに出演している。2013年に短編映画ワース・ザ・キスで女優デビューし、同年公開のポツガズで長編映画デビューした。その後、ボビー・ジョセス,ス、パス・ショラ、 ディッシュム、ダディーに出演して、キャリアを積んだ。アヌプリアーの著名な実績として、2017年に、タイガー・ジンダ・ハイデー演じた、看護師、プールナ役、2018年公開の、パドマー・ワト・女神の誕生で演じた第一王妃・ナグマティ、役が挙げられており、ナグマティ役は批評家から高い評価を得た。アヌプリアーご演か、ありがとうございます。